これは大丈夫ね。これも揃っているわ。ここは私が見ておくわね。今日もイリナ会長お美しい。仕事をされている姿も素敵。あなたたち、イリナ様は作業されているのよ。ああ、でもわかるわ。私を前にそのようになるのは仕方ないけれど、書類は問題ないわ。ありがとう。イリナ会長、さようなら。あなたは黒川さんね。さようなら。はう、私の名前を。イリナ会長は学園みんなの名前も覚えておられて素敵。またあの視線。澄ました顔の下は窓のくせにと私を蔑む。お、何睨んでるんだ、怖いぞ。いや、会長が通ったから。ただでさえ目つき悪いのに細めたら最悪だな。憧れの会長を見かけたからって。ほっとけ。あなたたち、見とれたままイリナ様がお風邪を召したらどうするのです。では皆は下がりなさい。この女性も屈辱的な姿でこの表情、理解不能ね。何を見ているの、あなた。ごめんなさい。その後、何度も蔑む視線をぶつけてきた佐渡雄二君。生徒会長の仮面をかぶったマゾメスだと言われているような日々だったわ。銀のティターニア直々の呼び出しって何したんだよ、雄二。憧れの白金先輩、チラチラ見てたのバレて注意されるとか、まさかね。よく来たわね、佐渡雄二君。あの、俺呼び出されるようなことしましたか。何をしたかですって。この後に及ぶと私の口から言わせようと。その目、またそんな目で私を見つめて、こんな間近で。睨みで体の自由を掴むだけで抵抗の意志すら奪われるなんて。乾杯。この白金イリナを身も心も屈服させる男だったなんて。あなたは今日からこの私、白金イリナの主よ。私が使えるにふさわしい男だわ。でもどうして俺に。その目よ、私の本性を一瞬で見抜き、その視線だけで私を変貌させた。あなたこそ私を従えるにふさわしいただ一人の男だと確信したの。期待しているわよ。来たわね、ユージ君。さあ、今日はどんな卑猥な調教をしてくれるのかしら。ただの買い物ですって。ジョークよ、初デートで浮かれてしまって。デートの楽しさを伝えるものよ。そう感じたらスイッチを押して、いいねボタンみたいなもん出るのが私の喜びなのだから。何でもないことでも二人でいると楽しいものなのね。ほら、次は電車でしょ。私、実物は初めてなの。楽しみだわ。案外狭いのね。二人だと窮屈ですわ。ね？具合悪いんですか？さっきからたまに体が震えてますけど。ごめんなさい。無様に言ってしまった私をなじっているのね。ご主人様の許しもなく、言ってしまうだらしない奴隷にはおし